コロナ禍が直撃。 新型コロナウイルス感染拡大を受け国の2019年度の税収が2年ぶりに60兆円を割り込む見通しです。企業活動の停滞に加え収入が急減した場合に納税を1年猶予する措置を導入したことも響いているとしています。今年度も不透明感が強く民間では50兆円台前半まで落ち込むという試算もあります。日本の税制面での新型コロナ対応、納税猶予が25 六兆円規模と主要国の中では突出しているのが特徴ですアメリカイギリスフランスの納税猶予策に比べて日本は猶予するえこの税目この税の項目がですねえ他の国よりも広くえ猶予期間も長いと国の二千十九年度の税収二年ぶりに六十兆円を割り込む見通しというこの記事ですが藤井さんこの記事はどうご覧になりますか、うん、こんなもの報道してほしくないですよね、はい、だって 当たり前じゃないですか、GDP が減るって言っててね、はいえー、GDP が減ったら税率一緒やったら、税収減るに決まってるわけですから、えー、GDP 減るっていう情報量以上の情報は、この記事にはまあないわけですよね。はいで,まあ、でもこれ 当然ね、あの、税収が大事だから、まあ、報道するって、まあ、新聞とかは言わはると思いますけども、ええ、これ、流さしてるのは、要するに財務省が、こういう情報をね、意図、はい、的に流してちょうだいということを、ええ、まあ、案にか、陰にか、あるいはようにかわかんないですけど、はい、ま、新聞記者に言って、流してくれと。ええ、これを、こう、増税とかね、あの、支出カットの布石にしようとしてるのが、もう、ありありと見て取れるわけですよ。はい。で、 それをこう、見てる方もそっか、あんまり10万円とかもらってたらあかんねんな、みたいなこう、萎縮させるような空気もありますし。で、まあもちろん情報としてはまあいいんですけど、これがかなり大きく新聞でもこう取り上げられてるじゃないですか。だからこんなものベタ記事でもいいぐらいの話でね。それよりも経済がダメになることの方がもっと深刻なわけでね。だって経済がダメになって、その経済の、えーっと、恵みを国民も政府も得てるだけじゃないですか。 その国民は所得。 で、政府はそれ税収。えー、で、経済がダメになってるってことが問題なんだから、はい、こんなことやったら国民が所得がなくなっているということについての意識が希薄になってきてね、えー、しまうっていうのがまあ今までの繰り返されてきた、まあ、愚行というかね、えー、愚かな状況だったわけで、まあ、それが続くというのは非常に残念だなと思いますよね。はい、まあ何にしても税収が減るのはもう、最初から分かってた話ですから、えー。むしろですから今なんか消費税をね、うん、まあ、それこそゼロにするだとか、うん、そ,うそうそうそう、え半分ぐらいにしろというような風潮も出てきてますからね。うんうん そうなんですよね。えー、だから、それこそね、息子がね、死にかけてて、お、はいで病院行きましたと。おいで、病院の出費が何百万かかかりましたと。おい、えー、で、それでまた息子が入院してる時にね、お父さんちょっとまた私、これ、赤字がまた増えてるで、どうするええー。ってね。はい。いや、お前、それ、息子死にかけてんねやから、お前。えー、お前そんなもん言わんでええやんか。いや、でもそれお父さん大事やんか。はい。200万、減っ万もかかってんね二200万も。うるさいな、息子の命を、えー 200万やでとか言ってるやつってね、えー、なんかちょっと悪いやつな感じするじゃないですか。はい そうですね。だから今ね、藤井さんの例えでいくと、その息子が経済だと、日本の経済だとするならば、その息子が元気になって、そして稼いでくれれば、いいわけですもんね。だからもうね、今はね、200万かかろうか、500万かかろうか、黙っとけ、お前なんですよ、普通の倫理のある大人はね。っていうふうなふうに思いましたね、この記事については。はい。ため将来の 納税額は増える面もあると、うんうん、まあ記事にはこういろいろ出てますけれどもねそうそうそう。だからこういうのはね、えー、もう増やささないと。はい、全部一年ずつ送らしたら未来ミナ英語一年ずつ送らしたりする。ミナ、はいえー、<laughs> 英語三年ずつぐらい送らしてもいいですけどね、えーはいえー。でも景気が良くなれば税収が増えていくわけですから。だから払えるようになったら、ちょっとずつ戻していくと。はい、なんかこれ劣後債みたいな感じにしてね。はいえー、これ借りてんのと一緒ですから、国にあの税金の文文ね。それをこう 出世払いっていうことにして、これ、列後ローンっていうんですけど、列、はい、後ローンのアイディアに基づいて、ちょっとずつ返していく。返せることができない同状況だったら、くれとは言わないと。えー うん。う今はだから元気になることが大事だってことです、ね、そうです,そうです死んだら元も子もないんですからはい。新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ個人消費がアメリカや中国で急反転しています先月のアメリカ小売りの売上高は前の月に比べて17.7%増加しました中国もネット通販大手の今月のセール初日の取引高前の年の同じ時期に比べて7割増加しています自粛からの 反動によるリベンジ消費というものが起きているようですが、補助金や値下げに支えられた側面もあるということですね。これアメリカも中国もまこういうふうにリベンジ消費が落ちているあの起きているという記事です。自民党さんとかこれ見て喜びそうですね。V 字回復だみたいなね。これをこうま自民党さんずっと狙っててでどれだけ凹むかっていうのも知らんがなってといてこの回復の時だけになんかゴツトラベル はい、ね。だって、えー、GoToEat とか、こう、投下してですね。えー、これをこう、拡大しようって、まあ、思ってはったっていうことが、ま、今起こってるわけですよね。ええー。アメリカと中国で、うん。でも、ま、こうなったらまだええですけど、はい、そこに行くかどうかわからない状況なんで。です、日本の場合ね。ね、うん。だから、えー、その、凹んでる最中で、前から、その、V 字回復だ、反転構成だ、GoTo トラベルだ、GoToEat だっていうのは、 本当不道徳ですよねで日本はじゃあどうかというとですね、えー、その、今お伝えしたように中国、SNS で、リベンジ消費と呼ばれている、この高い購買意欲が出てきたという、日本どうかというと、うん、松屋銀座店、先月の営業再開以来ですね、高価格帯の寝具、あと家具が売れているといいます。日本でもリベンジ消費がこれ起きているかどうかって、これだけじゃわからないですけども <laughs> ね。家具売れたから言うと、 価格帯のシングと価格ってお金持ちが勝てるじゃないですかねっだからまあリベ商品も一部あるんでしょうけど、はい、それよりはだかトータルの消費はもう確実にこれで減ってますし、はい、だってあのお米食べなかった分ねその。えー あのお腹空いてたから言って先月分今食べるわけじゃないじゃないですかか一旦消費が消えてなくなった分は、はい、二度戻ってこないのがある,、えー、あるわけですから、はい、まあそっちが問題ですよね、えー、アメリカで消費が急増した背景を見てみますと新型コロナウイルス対策による政府支援の影響もあると、うん、具体的には4月に給付金が支給されてから消費の意欲が高まって、うんえー、着るもの衣服とかテレビとかゲームなど幅広い 商品が売れるよううになったとといこ、ねえー、まあ、うん、でもそうなると、この給付金が出たときには、購買意欲は高まりますけども、うんうん、それを使った後っていうのはどうなるのかってことですねですだから逆に言うと、あの元の経済のね、軌道に、成長の軌道に乗るまで、はい、政府はお金を入れ続けることが必要なんですね。 アメリカはそのつもりでしょうね。えー、まあ日本の場合一回配ったからもうええやろ、って。はい、で、税収こんだけ減ったんやから、ぐじぐじ言うな。っていう、なんか主戦道的お父さんお母さんみたいな感じですけど、アメリカはもうちょっと困ってるのかい まだいるのかいって感じが。ああいいパパですよね。ええ。アメリカンパパいい感じですよね。こったらね。大統領選挙も近いですあ、そうですね。そうそういったこともおそらく影響してるんでしょうでもそうなった時には、日本も、あ、なかなかこの初期戻らないなと思ったらもう一回10万出すだとかね。絶対ないですね。ないですか。だってあの10万円は困ってるからねってことですから。はい。絶対ないですね。だからまああり得るのは消費税を出すっていう。 それも300万円消費している人には30万円給付するのと一緒ですから。ええ。それやるしかもないですよね。うんあ今、今、あの、藤井さんのお考えだとそう、うん、そういう、それしかもないと思いますね。ええ。でもどうなんでしょう、うん、この、ま、一時的に見れば日本もこの購買意欲ってのは高まるんでしょうが。うん、もちろんその、非論だ後は、ね、ビョーンとバネがね、知人のやつがぴょっと登るって、伸びるってやつですけど。ええ。 ん弾けるってやつですけど、でも、縮んだ分が元に戻らないですよ。はい。それ、過塑性ってね、言いますけど、ピヨンって、なんか10こんで3ぐらい戻って終わりとかね。はい。だいたいいつでもそうなんですよ。日本はそこで放置されるんですよ。ええ。リーマンショックの後だって、ビヨーンとこんで、ちょろっと戻って、そこ横ばいみたいな。はい。普通は、だからビヨーンとなったら、またピヨーンって元に戻るまでね。はい。やるんですよ、普通の国は。戻すそう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 。でも日本は、フルムドッてとかッド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 型で推移するのが日本の。 ここ10年、20年の、ね<ー>あのー、政府の運用なんですよ、うん、それは財務省がそうさせてるんですよ財務省に勝てない政治家たちにそうさせられてるという言い方もできますけどね、はい、でもそこ明確な意図を持ってるのは財務省ですからね。